皆さんこんにちは、チャンピオン76のまゆみです。今日はハーレーダビッドソンクイズを行います。イエーイ。パフ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 。本当に単純にこの4人がハーレーに関する問題を答えていくっていう感じです。はい、はい、全部で何問ありますか？100? 試験やん。10。おお、緊張する。チャリンくん、自己紹介をお願いします。20年目のバクダです。やめろ。はい、しょうか。5年目のイチエです。3年目の飲み山です。1年目のまゆみです。チャンピオン76。では始めていきます。おお、マジか。はい、書いたら伏せて待っててください。はい。1問目、ハーレーダビッドソンの綴りを英語で正確に書いてください。答えがありすぎるわ。予想もいろいろ隠してからやれ。いろいろ隠してからやって。正確に書いてください。私これしか正解できないかもしれない。正確にってどういうこと？公式。公式です。では全員お願いします。せーの。みんな一緒。正解。何が言いたかったの？ガイドラインはあるんですか？なんか。ハイフンと R じゃないの？ハイフンを要は問いたかったらしい。あ、そういうことです。危ねえ。では2問目いきます。ダダン。はい、どうぞ。ハーレーの歴史、とても長いですが、創立150周年となるのは西暦何年？ねえ。ちょっと待って待って待って。算数？西暦？うわっ、私復帰算。え、何年でしたっけ？150周年。150周年。え、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。どうだ。はい、出してください。え、待って待って待って、ちょ待って。50周年でしょ？多分合ってる。はい。2053年です。え？おかしいでしょ。え、どういうこと？もう一回質問言って。ちゃんと取っといてほしい。え、もう一回。あ、そういうことか。そうか、それは分からん。え、ちょっとみんな。2053年です。答えなし。正解ですね。2人正解です。どういう計算ですか？え、来年が120周年だから、そこに30を足してみました。あ、そういうことね。そう、それ1903年に誕生しましたので。いや、もうそっか。120周年すごすぎる。3問目いきます。よし。2021年4月から2022年3月までのハーレーの登録台数は？え、もう一回いいですか？21年4月から、もう一回いいですか？21年の4月から22年の3月までのハーレーの丸1年ってこと？1年？はい。はにゃ？世界ですか？世界です。日本？え、ざっくりでいい？一番近い人に1ポイント。いや迷うな。もういいや。ざっくりでいいでしょ？はい、じゃあ、ちなみにぴったりなんか狙ってない。せーの。ドン。急性。みんなバラバラ。バラバラすぎて怖い。8500です。8000後半ぐらいなイメージ。9500。1500ぐらいちょっと。おい。正解は8735。ギリギリ。マクタさん。じゃあマクタ君。ありがとうございます。削ればよかった。じゃあ次の問題。優しいやつ。優しいやつでいきます。はい。ハーレーダビッドソンのエンジンの通称であるファンヘッド、ナックルヘッド、ショベルヘッドを年代順に並べてください。どっから？間違えた。書類順に。あと3つだけよってこと？はい。うわ、やべ。なんだこれ、なんだこれ。あれ、どっちだ？もういいや。古いから新しい。古いから新しい。お願いします。間違えたかもしれない。わかんない。はい、わかんないよ。じゃあ自信ありそうな真由美さんからで。自信ないんじゃない。自信 30% ぐらいです。やっぱ 40%。 じゃらん。ナックル、パン、ショベル。おお。はい、次。一緒。俺は自信がない。嬉しい。こうか。あれ、こっちが分かんないです。ダメです、それは。もう、これはダメです。
最近言ってるんだけどな。俺もそうよ。ナックルパン、そうです。伊藤さんに正解です。まだ勝ってる。嬉しすぎる。嬉しい。次の問題、ハーレーダビッドソン第1号の排気量、何 cc だったでしょう。マジでわからんな。あのチャリンコでしょ。チャリンコ、チャリンコでしょ。あれか。あれどんぐらいあんだろう。わからん。見たことありますよね。絵は、見たことあります。絵はあるけど排気量なんか。排気量もなんとなく。マジっすか。ありました。はい、マジか。なんとなくです、直感で。じゃあお願いします。せーの。めっちゃちっちゃい。402cc。 めっちゃちっちゃい。64。ハーレーにちなんで適当で800です。1100cc です。正解は409。あー惜しい。惜しい。嘘。すごい。めっちゃちっちゃいじゃないから。マジか。マジか、強いな。これ正解でいいんですか。これは一番近い人でいい、はい、すごすぎる。まあ次の問題、この第1号のハーレーの客に使ったものは何。どういうこと。どういうこと。ヒント、ヒント。キッチンにあるの。そんなバカな。じゃあキッチン用品帰っていきましょう。一個ずつ。ブンブンチョッパー。キッチンにあるもの。そもそものキャブレターは理解してる。エンジンかけるやつ。何がいいかな。今も使われてますか。はい。え、今バイクには使われてないです。あ、一問目の。あってもらった。わからん、わからん、本当にわからん。はい、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 いきますよ。せーの。え、これ何これ。割り箸。割り箸でしょ。何これ。アメリカじゃん。え、何、あ、そっか。え、違う、チョップスティック。蛇口。え、トマト缶。見たことある。トマト缶。正解です。見たことある。それ何。割り箸です。問題なんだっけ。キッチンにあるもの。もはや、もはや。うちのトマト缶あれなんだ、紙パックタイプです。あ、そう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 。マジで、それずるいわ、マジで。そうですか。7問目。ハーレーオーナーズグループが行うプログラムの一つで、マイレージプログラムがあります。そのプログラムで10万マイルを走破したらもらえる称号は何。うわ、なんかあった、聞いたことある。漢字違うけどギリギリ合ってる。まあ、ひらがなでもいい。まあ、書いてもらえれば。物の名前を書くんですか。いや、名よ。なんていうの。要は名前ですか。名前です。要は優勝しました、あなたはチャンピオンですっていう。物の名前じゃないでしょ。それ名誉の名前でしょ。あ、名誉の名前書くの。物の名前書いちゃった。え、物の名前は。ちなみに名前好きトロフィー。欲しいわ、欲しいわ。え、そういうことじゃなくて。はい、では見てみましょう。はい、せーの。走りの電動。走りの電動。ブルスタのパレード。あ、確かに。そうですよね。先頭走る。そうそうそう。電動パレードがあるんです。何それ。ザ・ハーレオーナー。ザオなのです。え、どうですか。まだ10万マイルじゃないんで。え、惜しい。ブルスカ三角ですね。これもらえる名前は走りの伝統で合ってます。知らない。本当だとは思わなかった。では問題です。はい、はい、XL1200CX と XL883R の排気量を足した合計を計算してください。どういうこと。え、優しすぎる。パパさんある。どう計算すればいいんですよね。 OK。 はい、はい、ではせーの。お、あえて狙いに手をぞ。あ、そっち行っちゃうね。 2085cc です。2085。ここは2人とも一緒です。はい、答えは
2085cc です。どっちが嘘ついてるんですか。 XL1200CX が耐久量は 1202cc、 パパさんはパパさんです。あ、2問ありますね。あ、あと2問。はい、ハーレーオーナーズグループのことをホグと呼び、またアメリカではハーレーのバイク自体のこともホグと呼ぶことがありますが、その由来となった動物は何。それだけリアクションやっぱ違うんですよ。わからん。かわいい。え、はい、行きましょう。はい、な、ハーレー、はい、ハーレーといえばだよ。行きましょう行きましょう。はい、はい、じゃあ全員せーの。え、あ、違う。わしね。あ、わしか。わしが書きたかった。イーグルね。わし、そう、イーグル。ホークかな、ホーク。だとしたら、結構いいですくせいってます。豚ちゃんですね。そうなの？めっちゃ豚いる。え、だから知らんかった。うわ、それは鳴き声なんですよね。確かに。じゃあ続いて、ハーレー・ダビッドソンが誕生したアメリカの自由の女神の正式名称を、〇〇を照らす〇〇。は？はい、フランを見てください。ハーレー関係ないじゃないですか。アメリカ。自由。〇〇を照らす？〇〇を照らす？〇〇。そう、こう書くんですか？間違えた。照らすね。まあ、実際にあの人がやってることはこういうことなんだろうな。え、ほんちゃまり。じゃあ私違うわ。じゃあもうこれは一人ずつ。はい、どうぞ。いやいや、どういうことですか。え、何々を照らす何々。どうぞ、この銅像を照らす。どうぞ。え、何書くんですか。え、ちょっと、え、じゃあ宮山さん。ニューヨークを照らすのに。違う、そのまんま。違う、違うはず。じゃあ違うと思う。違うはず。もうちょっと広く。もう世界を照らす松明。ちょっと近くなったんですね。世界を照らす女神。おお。リアル。正解は世界を照らす自由。自由。すごい。世界を、あ、そうか、照らすは答えを言ってんのか。あ、そっか。まあ全員不正解ですね。惜しい。難しいね。惜しいね。難しいっす。から2。おー、飲み山さん3点。え、負けた。キエさん5点。おー、かぶんだ。ワクタさん8点。おー、すごい。ってことでワクタ店長の優勝です。ありがとうございます。あと15年でワクタさんに落ちてます。あと15年。そういうこと。そういうこと。正解すればいいんですね。確かに。悔しいですね。悔しいですね。いや、常にかなわないって分かってる。いやいや、負けた気はしない。まあ確かに勝てないわこれ。最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録お願いしま す。バイバーイ。チャンピオン76。